キンプリヒラの仕様、ジャニー北川氏と振付師から混じ切れされた素顔を明かす、キング・アンドスの冠番組、キング・アンドスル、が3月18日に放送された回でヒラの仕様が韓国での冒険に挑戦。その中で、ジャニー北川氏のエピソードや振付師からの混じ切れについて興味深い事実が浮かび上がった。一体何があったのか 本記事では、平野の仕様の素顔に迫りつつ、彼のエピソードから見えてくる真実に迫っていく。平野の仕様、韓国での冒険。番組内の、クイズぶらり平野くん、コーナーでは、平野の仕様が、韓国を舞台に街ぶらロケを観光。水産市場での新感覚グルメに挑戦し、活気あるエピソードを披露した。特に、タコの吸盤に唇を吸われて、跡が残り、 それに対する平野のリアクションは視聴者を爆笑させた。ジャニー北川氏の教え。放送内で紹介されたエピソードでは、ジャニー北川氏の言葉が平野氏用の心に響いていることが明らかになった。平野がアクセサリーを身につけず、そのままで勝負したいという姿勢を見せた際。 ジャニー氏の言葉が引用され、アクセサリーをつけて輝くんじゃなくて、あなたが輝け、というメッセージが伝えられた。振付師からの間じぎれ。一方で番組では平野がジャニーズ JR 時代にアクセサリーをつけてしまい、ジャニー氏や振付師からまじぎれされたエピソードも披露された。 スタッフが流せ角のアクセサリー愛用に触れると、平野は角は JR の頃からよく怒られてました。ずっと怒られてた、と告白。その中でアクセサリーや前髪の位置に関するエピソードが交えられ、彼がトレーニング時代にどれほど厳しい指導を受けてきたかが垣間見える瞬間となった。韓国メイクでのマじ切れ。 さらに、韓国でのメイク体験でも平野の素顔が明かされた。鏡で自分を見た瞬間、うわーっと悲鳴を上げる一幕があり目元の赤いメイクに驚きを隠せなかった。彼の率直な感想や驚きの表情が視聴者に笑いと共感をもたらした。ファンの反応。この放送に対するネット上の反応も熱かった。 平野のその一面やエピソードに対して、平野様という存在がかっこよすぎて、アクセが邪魔というのはわかる。そのままで勝負したい紫輝くん、かっこいい、連々、そんなに怒られてたんだね笑い、といった声が SNS 上で相次いでいた。平野仕様が番組で明かしたエピソードから見えてくるのは、彼の素直な一面と厳しいトレーニング歴。 ジャニー氏の教えや振付師からの厳しい指導により、彼は成長していったことが感じられる。一方で、ファンからの熱いサポートや笑いに包まれながら、平野耀は自身の芸能活動を続けている。これからもファンとの交流を大切にし、新たな一面を披露していくことが期待される。